7番の小泉一馬でございます。質問させていただきます。まず交通バリアフリーについてであります。第4次総合計画基本構想ではユニバーサルデザインを取り入れた暮らしやすく利用しやすい街づくりを推進しますとあります。まあ、先ほどのね、北沢議員の質問にもありましたが、免許返納してバスがないどうするんだ。その通りですよね。誰もが年を取っていきます。誰もがね、電動車椅子使うようなふうになるのかもしれない。その時に気軽に公共交通機関を利用できる、そんな長野市であっていただきたい。ところが先月長野市内の路線バスにおいて車椅子利用者が予約がないことを理由に乗務員から勘弁してくださいと乗車を拒否される事件が発生しております。被害者男性がアップしたフェイスブック上の動画が45回以上もシェアされるなど大きな話題となっております。この件について当該バス事業者が先月24日回答文を寄せていますが、バス車両設備及び車椅子のお客様が安全にご乗車いただくスペース、バス停の切り込み等がある場合にはご乗車いただくことが可能であり、今回の長野駅の場合、お乗せするべきでした。乗務員が勘弁という言葉を発したことにつきまして、乗務員及び事業者の解釈と判断による乗車拒否に当たる等と認める内容となっております。そこでお尋ねいたします。市内の路線バスを運行する各事業者のノンステップバス導入比率の推移はいかがなっておりますでしょうか。また、同時期において、車椅子乗車に対応する路線、便数の推移はどうなっておりますか。お尋ねいたします。増田企画政策部長。お答えします。市内でバス路線を運行する各事業者のノンステップバスの導入率および車椅子乗車に対する路線便数の推移でございます。ノンステップバスの導入率につきましては、両社に確認したところ、アルピコ交通株式会社につきましては、平成24年は 9%、25年 19%、26年 20%、27年 31%、28年は 36% でございました。長電バス株式会社は、24年 28%、25年 36%、26年 40%、27年 45%、28年は 46% でございまして、両社とも増加しているという状況です。それから、車椅子の乗車に対する路線および便数につきましては、両社とも過去の推移については不明とのことで、現在の状況としては、長電バスでは全14路線中3路線の上下16便で車椅子乗車に対16便が車椅子乗車に対応しております。からアルピコ交通では全32路線中27路線で車椅子乗車に対応可能な車両を運行していますが、便は固定していないとのことでございます。以上です。小泉一馬議員。はい。まあ、過去の推移がわからないということですけどもね、行政としてそれでよろしいのか、まあ、もちろんね、事業者として把握しておく必要はあるけれども、ユニバーサルデザインを取り入れた暮らしやすい、利用しやすい街づくりを推進するというふうに謳っている以上ね、把握してませんでしたでいいんですか。ちょっとその件、お尋ねします。増田企画政策部長。
把握できていないということについては残念だと思いますけれども、事業者からの回答ですので、それ以上のことはできないと思っております。以上です。小泉一馬議員。いや、そうではなくて、ね、ユニバーサルデザインを取り入れた暮らしやすい、利用しやすい街づくりっていうのは基本構想で歌ってるんですよ。それで把握してない長野市の責任はどうなんですかとお尋ねしております。増田企画政策部長。お答えします。数値についての把握は、事業者にお願いするせざるを得ませんので、長野市としては、残念だとは思いますけれども、今後について事業者と話していくしか方法がないというふうに感じております。以上です。小泉一馬議員、はい。まあ、そのような意識でね、第4次総合契約が実現できるのかどうか、甚だ心もとない。今後きちんと把握していただきたいと思います。さて、導入比率が向上しているのであれば、車椅子対応する路線、便がまた増えて当然であるのですが、この点、どのように推進していくのか、数値目標化し、しかるべき市の計画に位置づけるべきではないですか、再質問します。増田企画政策部長。一義的には民間事業者の経営の問題だと思いますので、行政との直接に、一義的には民間事業者の経営の問題だと考えております。以上です。小泉一馬議員。まあ、ざわざわしてますので、市長の見解が必要ですよね。加藤市長。あくまでこれは民間の問題でございますけれども、ただ、まあ、私どもといたしましてですね、ユニバーサルデザインができた頃、そういうことがあるすれば、まあ、把握する必要があったんではないかなというふうには思っております。以上です。小泉一馬議員。これでは免許返納した後が本当に不安ですよね。本年、障害者差別解消法が施行されまして、このような事例っていうのがね、表面化する事例っていうのは増えていくんだと思います。一方で、交通バリアフリーは、交通政策課、障害福祉課、道路課等にまたがっておりまして、まあ、今の答弁に見るように、本市の取り組みは必ずしも力強いとは言い難い。交通バリアフリーについては、どの部署が責任を持って推進するのか、お答えください。増田企画政策部長。
交通事業に係る障害者差別解消法の所管は国土交通省と定められております。事業者が適切にできるように対応でき事業者が適切に対応できるようにするため国土交通省所管事業における対応方針が策定されております。交通事業者はこの指針を参考にして取り組むことになりますが、事業者が法に反する行為を繰り返し改善が図られない場合には国土交通大臣が事業者に対して助言指導または勧告することができることとされております。また市におきましては交通事業者に対する指導権限はありませんが、障害者差別解消法では国や地方公共団体に相談などの体整備が規定されており、障害福祉課が市の相談窓口となっております。このようなことから交通バリアフリーにつきましては障害福祉課が中心となり、交通政策課、道路課などと連携を図りながら各担当部署が責任を持って推進してまいりたいと考えております。また必要に応じて国土交通省、県などとも情報の共有をして対応してまいります。以上でございます。小泉一馬議員。その乗車拒否についてですけれども、今回の乗車拒否事案について、事業者から長野市宛ての自主的な報告はあったのかどうなのか、このような公共交通の運行上発生した問題についての情報共有と解決の体制はどうなっているのか、この際、市民、市、そしてバス事業者を含め、市内で公共交通を運行する事業者らで、交通バリアフリーを推進する体制を整えるべきではないでしょうか。増田企画政策部長。今回の乗車拒否にかかる事案につきましては、交通事業者から自主的に当日の経過、問題点、対応状況などについて報告があり、国土交通省、県も報告を受けているとのことでございます。市からは事業者に対して障害者差別解消法の趣旨をよく理解し適切に対応するよう要望いたしました。今回は情報を知り得た中で事業者に当時の状況を確認し、交通事業を所管する国土交通省とも情報共有をしたところでございます。交通バリアフリーに関する問題は、交通事業者が障害者の置かれた状況を理解し、改善を進めていくことが重要でございますので、今後も市といたしましては、交通事業者や国土交通省と障害者の声を共有し、連携を図りながら取り組んでまいります。以上です。小泉一馬議員。はい。それはね、今までのことを今まで通りにやっていくということだと思いますが、まあ、体制づくりが必要ではないかという趣旨でお聞きしていますので、重ねてお尋ねいたします。増田企画政策部長。今回のことを契機に、国土交通省、県とも図りながら、体制の強化、現体制の強化を図っていきたいと思っております。以上です。小泉一馬議員。
現体制強化を具体的に教えてください。増田企画政策部長。今回のように事案に対してお互いの連絡強化を図っていく考え方でございます。小泉一真議員。まあ、さっきよりもなんかもやっとした回転をやっちゃってちょっと残念ですが、それにしてもね、障害福祉がやっていくといった割には企画政策で答弁してるんですけども、障害福祉は大丈夫なんですよね。確認のため答弁お願いします。増田企画政策部長。先ほどお答え申し上げましたとおり、交通バリアフリーにつきましては、障害福祉課が中心となり、交通政策課、道路課などと連携を図りながら、各部署が責任を持って推進してまいります。今回の事案に関しましては、交通政策課の所管と考えましたので、私の方で回答を申し上げました。以上です。議事進行意見で保健福祉部長の答弁をお願いします。田中保健福祉部長。お答えいたします。ただいま増田部長の方で障害者差別解消法の関係で、相談の窓口が、障害福祉課となっております。それから連携してサポートセンターというものを委託で、専門の、法人にお願いしております。市とそのサポートセンターが連携いたしまして、当該対象の事業者とお話し合いをしながら、その当該障害者が問題を提起されていることについてじっくり相談していくという、そういった体制は今整えております。議員ご存知かもしれませんけれども、バス事業者について他の案件でもそのような事例は、今までに対応しております。こういった対応を、今整えておりまして、さらに強化していくということでございます。以上でございます。小泉一真議員。交通バリアフリーを推進する、協議していく体制をね、市民も交えて作っていっていただきたい、重ねて要望しておきます。さて、バリアフリー基本構想についてに移りますが、国土交通省は各自治体のバリアフリー基本構想を作成を推進しております。県内では松本市を中心として、塩尻、岡谷、諏訪のみが作成済みです。長野市は国の紹介に対し、バリアフリー基本構想を平成26年度以降、おおむね5年以内に作成着手予定と、平成22年度末時点で回答していました。ところが、23年度以降は、作成予定なしと一転して回答しています。
この政策変更の理由は何なのか、バリアフリー基本構想の作成放棄について、市民や議会、特に高齢者、障害者からどのような意見聴取を行い、また説明責任を果たしたのか。田中保健福祉部長。お答えいたします。バリアフリー基本構想に関する国土交通省の紹介に対して、平成21年度末の調査には将来的な作成を見込んで、時期は未定だが将来的に作成着手予定ということで国土交通省に回答したものと思われます。その翌年の平成22年度末の調査から、時期は未定だが将来的に作成着手の予定という選択肢がなくなったために、おおむね5年以内に作成予定と回答したものと思われます。平成23年度末以降、バリアフリー基本構想について作成予定なしと回答してきております。その時作成予定なしと回答した理由ですが、保存されている文書に記載がないので分かりませんというのが正直な答えです。しかしながら記録がないので、今考えられる想像で申しますと、平成23年度末の調査の時に基本構想を作成する必要性の有無や財源の確保や区域選定の具体化などについて検討し、5年以内に作成着手することは困難であると結論付けたものと考えられます。回答にあたって市民や議会からの意見聴取、説明などは行っておりません。以上でございます。小泉一真議員。はい、情報公開請求した文書にはメモ書きで、交通政策課が長野駅はバリアフリー化済みであると書いてあるのは、それが理由ではないんですか。田中保健福祉部長。国土交通省に回答する場合、庁内いくつかの関係する課に、庁内紹介をいたしまして、それぞれの課の考えをまとめた上で回答したと思います。その中で、交通政策課とすればそのような意見を持っていらっしゃったと、仲間内ですいません、言葉間違えましたいたと思われます。以上でございます。小泉一真議員。いずれにしろね、なんか憶測でものを言われても困るので、これについてはきちんと議会に対して説明していただきたいと思います。そしてですね、バリアフリー化済みというメモは実際にありました。で、この資料ですけれどもね、これ緑ですけれども、長電の地下鉄の駅から、スロープがありまして、スロープ登っていくと重い手動のドアでそこから先はいけないんですよね。何のためのスロープなのか、バリアフリー化全然できてないんですよ。でこういったことについても考えると、バリアフリー基本構想をぜひ作っていただきたいと思うのですが、見解をお伺いします。加藤市長。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律では、高齢者、障害者などの移動などの円滑化のため、施設設置管理者が、構図引き措置が、
措置や重点整備地区における事業の実施などについて定めております。本市では道路施設の新設などにあたりましては、道路、都市公園、建築物ごとにこの法律が定められている移動等円滑化基準に適合する工事を行い、バリアフリー化を進めております。長野駅善光寺口駅前広場や新第一庁舎などの施設整備にあたりましては、長野市身体障害者福祉協会などから意見を聞きながら、全庁を挙げてバリアフリー化を取り組んでまいりました。その他、毎年道路建築物などの施設管理者が現地において障害者の意見を聞く街角点検や障害者団体との懇談会などを通じて、道路施設の改善箇所の確認を行い、展示ブロックや道路形状などの改善を進めております。昨年6月に策定いたしました長野市公共交通ビジョンにおきましては、車両や停留所のバリアフリー化を事業者及び道路管理者とともに進めること、旅客施設などのバリアフリー化を適軌道事業者とともに進めていくことを取り組んでおります。定め取り組んでおります。現在策定中の第5次長野市総合計画におきましては、ユニバーサルデザインの導入やバリアフリー化を進めることを盛り込んでおります。参ります。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律では、市町村は移動等の円滑化基本構想を作成することができるものとされております。基本構想は駅周辺地域などを重点整備地区と定め、当該地区内の事業者、施設を利用する高齢者、障害者などにより構成される協議会を設置し、協議会の協議を経て、整備の時期や基本的な内容などを定めるものであります。基本構想の策定にあたりましては、作成の必要性を含め、区域の選択などの問題などについて、庁内で研究してまいりたいと考えております。小泉一真議員。時間のない次に行きますけれども、市政120周年記念事業ですが、まず歯科について伺います。長野歯科について見直す時期が来ているのではないでしょうか。昭和41年10月、長野市ほか7町村が合併しまして、長野歯科は同年度に制定されました。平成の大合併を終えましたが、合併対象町村の分布図を反映した歌詞となっておりません。歌詞の4番以降の補作、あるいは歯科そのものの改定等、方法は様々あろうと思いますが、先例に鑑みて、きちんとした、みんなで歌える歯科とするべきではないかと思いますが、お考えをお伺いします。加藤市長。お答えいたします。歯科につきましては、平成17年及び平成22年の2回の合併における協議で、現在の長野市歯科に統一するとともに、合併後も歌いつないで、きたものであります。現在の歯科の歌詞は、合併後の本市の姿や、これから目指す本市の未来にも通ずる内容であると考えており、現時点におきましては、4番以降を追加したり、改定することは考えておりません。よろしくお願いします。小泉一真議員。記念式典について伺います。4月27日、来年ですね、市政120周年記念式典を開催するということですが、これは敬愛する加藤市長なんでお聞きしますけれども、任期最後の1年を迎えた市長の花道となるイベントとなるのでしょうか。花道であれば納得しなくもないですが、2期目以降も続けられる気であるなら、地位を利用した選挙前の売名と取られかねないのではないかと、このように懸念するわけであります。敬愛してやまぬ加藤市長がこのような批判にさらされることには耐えられないわけでございまして、この際、新たな任期を迎えた市長のもとで、ドカンと気持ちよく開催されるべきではないかと思いますので、この点お伺いします。加藤市長。1120周年の記念式典についてお答えいたします。
長野市は明治30年の4月1日、全国で43番目の市といたしまして、誕生いたしました。平成29年4月に市政施行120周年を迎えることになります。市政120周年記念におきましては、市政施行記念日が4月1日であり、長野市芸術館が本年5月3日に竣工記念式典を行い、来年春には1周年を迎えることを含めまして、29年4月に市政120周年記念を実施するもので予定であります。まあ、私の任期があるかないかの問題ではないのでよろしくお願いします。小泉一馬議員。まあ、式典の490万円の予算には、ね、反対しませんけれども、選挙の年でもありませんので、式典の開催時期の決定については、なお慎重な検討が必要だろうなと指摘して、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。